サボリンってさ、家にさ、ホットプレート100個ぐらいある？まさか。うちね、電化オタクなの、結構。すごくね、あのさ、とんでもないさ、電化製品、さっきも見つけたんだけどさ、え？そう、あの、新食べた方がいいよ、みんなに。ゆで卵を勝手に茹でてくれるやつとか、そういうの好きなの、みんな。で、新しくうちはホットプレートがなくて、大きいの。でかっ。で、新しい、大きい、みんなでパーティーするように買った。確かに。でも、これいいの？いいね。で、今日は、しかもこれでさ、タコライスやるなんてさ、素晴らしい、頭いい、はい、すごいね。ホットプレート料理、え、これ気づかなかったよね。最初サムギョプサルやろうかみたいな感じだったけど、そうそうだ、ね、まあ、いつもやってるから。そう、タコライスある。え、それ何、たこ焼きもできるの？何でもできるよ。え、焼きそばもできるじゃん。そうだよ、焼きそばもできるし、たこもんじゃもできるし。だってこの間ね、マリナ松岡翼ちゃんちでめちゃくちゃ美味しいもんじゃ食べてたもんね。そうだよ、めちゃくちゃ美味しくて箸止まんねえみたいな。翼ちゃんの、申し訳ないんですけど、うん、私マヨネーズが本当にダメで。言えよその場で。いやでもさ、うん、もうさ、マヨネーズが美味しいのよみたいな。あ、やっちゃったんだ。みんなもさ、マヨネーズだね、マヨネーズはみんな好きだからね。なってる、なんかさ、うわーマヨネーズかよーとか言えない。言えないよね。これもついてきたの？これこっちに行くよ。めっちゃいいじゃん。サムギョプサルよ。あ、温まった。え、ちょっとチーズ足りなくない？足せばいいんだよ、じゃあマヨネーズもかけよう。あ、いいね、マヨネーズかけよう。マヨネーズだー。マヨネーズだけちょっとやめようか。マリナの境界線として、うん、マヨネーズ苦手なんですって言えた人こそもう人見知りがなくなってる証拠なのかな。そう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 、まあ、じゃあスカイピースは言えたんだ。いや、スカイピースはいる、確かに。心置きなく普通に言った。あんだけ会ってて人見知ったらやばいでしょ。え、だから初対面でマヨネーズ無理っていうのは相当心開いてるってことだよね。うん、そう。これサムネ撮っとかなきゃじゃない、最初この綺麗な状態で。瓶取ります。なんかイエーイみたいなするお酒とかの適当に。お酒はあそこにある。なんかさ、すごいね、こういきなりさ、この瞬間からうちがここにポッて座ってることってかの、カット入れて。だから例えば、いきなしいなくなったところに、はい、次のシーン、なんか、す、なんか消えるみたいな。あ、でも本当に言うと、シュワーンって食やされますよ。うちが？あの絵があったんで、もう今、ズーン、シュワーンって。あ、うちが？はい、嘘。ただ、一回ここを、はい、ギースってやったら、シュワーンって今。あ、こう、あ、わかった、理由わかった、そう。重ねてしまうんで、映像から、うん、ああ、分かった。すごっ。分かんないですけど、あのその人がね、会社編集者なんです、うん、あれだけど、うちらだったらできるよね、それがしまうって、はいはい、ぐちゃぐちゃする。でもやっちゃうよ、ぐちゃぐちゃ、うん、うわお、うわお、うわ、これ絶対うまいや。で、これ味薄かったら何足せばいいんだろう。味、ちょっとソースソースとマヨネーズ、あ、ケチャップ、ケチャップソースとケチャップ混ぜたやつ。うん、え、本当にあれあるよ。あ、タコライス女王だから任せてる。あれあるよ。本当によ、大丈夫。まずかったらぶっ壊すよ。タコライス女王。これ普通に。タコライス作って早10年。10年?10年も作ってるの？うち食ったことないよ。ある。え、ないよ。あります。え、あったっけ？味見も。大丈夫。任せて。ウェーイ。でも味見もしないで、すごい味見大丈夫、味見もしないで。あ、これ危険、危険やめとけよ。大丈夫これ、タコライスってこんなんだっけ。そうだよ、混ぜたら一回味見していいの。なんかちょっと味濃そうになった、めっちゃ。ちょっと待って、フルダックチって入れる、全然味、ダメ、塩コショウだね。あ、お前いろんなの入れるなって。なんだ、でも塩コショウですよ、余計なことすんなって。深みが、なんていうの、あ、醤油。いやーれって、いや、そんな入れる。え、大丈夫、味見していい、まず。あ、じゃあこの状態食べよう。もやります。あ、え、無言でこのままでいい、ま、このままでいいよ。え、マジでうまくない。ねえ、これの仕方は無敵。てかさ、ハワイアン料理だよね、タコライスって。ちょっと、うち、うん、この辺塩コショウ、うちらね、昨日ね、行きたいとこリストあげたんだよね。そう、聞いてほしいです。うわー、あー、じゃあ、うち、ちょっと思ったの、Fで死ぬぞ。あれだよ、海外さ、行けるようになってきてる、なんか、うんうん、聞いてください。テンション上がっちゃったの、はいはい、発表していいですか。じゃあ、行きたいとこリストね。行きます。タイの寒い島、タイの寒い島というところからちょっと船を出して、うん、パンガン島っていうところに行くんだって。で、そこのパンガン島ってめっちゃ島、ちっちゃい島なのね、うん、で、満月の時だけにやるフェスがあるんだって。もう島全体がもうフェスなんだよね。で、バケツで酒とかが出てきて、めちゃくちゃ盛り上がる超楽しいパーティーがあるのが、でもやっぱり月1やってんだって。そう、月1で絶対満月の日が決まってるらしくて。決まってんだ。で、そのフルムーンパーティー人気すぎて、ハーフフルムーンパーティーとか行って半月の時でもやるっていう。何でもあり。関係ねえじゃん。うちらさ、海外行ったらさ、フェスの島ねっていう。あ、フェスあり。そう、日本だとさ、フェスのさ、規模が限られてくるじゃん、うん、けどさ、海外行ってもう何でもありでさ、もうバカみたいに騒ぐじゃん。うん、楽しそう。と、次行きますね。ベルギーのトゥモローランド。はい、これはもう、これ有名な、なんか、EDC ジャパンとかウルトラあるじゃん、うん、あれのステージが10個ぐらいあるらしい。見て、うわぁ、え、すげぇ、ガチ行きたい。あ、これはちょっと楽しそうだ。え、ちょっと行ったことある人さ、ちょっとこんなんでしたよってコメント欄に書いてほしいわ、うん、トゥモローランドとフルムーンパーティーで、いいね。最後
ヨーロッパのイビザ島。イビザ島は何でもありの場所ですよね。だからフェスがいないだって。え、マリアちゃんさ、好きでしょ、フェス。フェス好きだよ。フェス行ったらもう、フェス行ったら無敵でしょ。うん、だから今年はめっちゃ海外行こうねって話したからね。行けるようになったから、フェスめっちゃおもろいですってね、教えてほしいね。そう、逆に、本当にちょっとの祭りじゃ満足してないんで、うちらも。タイのとりあえずこのフルムーンパーティー行きたいな。テルマちゃんもおすすめしてるよね。うん、言ってた。そう、テルマ、あのめっちゃ旅行行ったりパリピなこの遊びをするテルマちゃんが言ってたから、間違いない。間違いないですよ。え、今年ウルトラジャパンとか EDM、EDC ジャパンあるのかな。あるけど決まってないんじゃない、まだ日にちは。もうほんとに言うと、僕やライブぜひ夏やるんで。そうだよ、それがフェスですよ、もはや。そう、フェスですよ、うちらの。じゃあヘラヘラのツアー、もう一回日程がここに貼ってあります、ポチ、うん。で、この日程、まだチケットこの動画が出てるとき買えますよね。うん、うん。仙台バンバンザイ、初日バンバンザイ。初日バンバンザイ。わお。福岡デペゼン、かっこ可能なメンバー。社長は決定ですね。社長は来るよ、社長は来るよ。名古屋夜の人笑い、大阪レイクレで、東京スカイピース、そしてシャッフルユニット。楽しみだね。楽しいやん、もう。だからうちら夏フェスにも行きまくるし、フェスを開催するし、テンション上げていこう。なんか本当に最近朝起きた瞬間に、もう太陽がうちのこと起こすのよ、まず。雨の日とかうち分かるの。あ、今日絶対寒いわ、雨だよみたいな。あったかい時とかはもうなんか9時とかに起きちゃう、目覚めて起こしてくるの。うん、太陽が、太陽がうちのこと起こしてきて、でもう4日前ぐらいに気づいた、夏来たわ、ありがとうって言ったもん。え、嬉しいの、その太陽に起こされる時って。うん、もうありがとうって言ったの。え、嫌だよね。マジ、うわ、そうや、うるせえなって。わかる。うちの中でも来たって、ちょっと1週間前ぐらいで半袖だった。うち、周り見たらうちだけだった、半袖。違うの、半袖は早すぎだろ。周り見たらうちだけだったもん、半袖。だから楽しみなの、夏。しかも、マスク外しての夏。最高。もう考えただけでもうワクワクする。マスクは暑いな。うん、だって、もうマスクが売り切れとか懐かしくない？え、マスクさ、1万円とかで売ってたよね、名古屋か大阪でさ。あ、そう、ね、人30万円のやつ1万円高っ。え、なんかさ、高いよね。あの瞬間ってさ、世界が狂ったと思わなかった？うん、え、なんか狂ってる、ね。まあ、伝説だよね、普通に。え、教科書乗るで。いや、乗るでしょ。絶対乗るわけないで。乗るよ。こんなにさ、うちらが生きてるうちにさ、凄まじいことが起きることってあんの？100年に一度とかでしょ。誰かさ、すっげえさ、仕切ってる人がさ、勝手に地震とか起こしてんの。なんかあるよね、そういうさ、イルミナティ的な、なんか。あれじゃなんかさ、あのさ、大統領、世界のトップはさ、うん、宇宙人みたいな、なんかの。出たれたこの話。その話、前もしなかったっけ。それが、それが地震起こしてるみたいな感じ。みたいな、なんか、なんていうの、都市伝説みたいな。うん、え、なんか昨日さ、あの話じゃなかった、サクラダ・ファミリアが完成しないみたいな。え、どういうこと、まだ完成し、え、もう100年ぐらい完成してる。だから、そういう完成しないアートなんじゃないかって言われてるんだけど、うんうん、なんかそろそろ完成するっぽいよみたいな。もう140年未完成なんですって。じゃ、やってるよ、それ。でさ、これさ、うちらが生きてる時に完成したら怖くない？なんかありそうで怖くない？完成しちゃったら。完成したらなんか起きちゃう。そう。なんで？あれ知ってる？昔さ、六本木のドン・キホーテのさ、上にさ、ジェットコースターあった、あった、あれ知ってる？六本木の上のドン・キホーテのところにジェットコースターあったの。あったんです。あったの、謎だったよね、あれね。で、じゃ事故った気がする。事故だっけ？え、途中でやめたんじゃなかったっけ、あれ。いやね、多分事故なんだよ、これ。途中で作れなかったんだ気がするんだよ。あの、作ろうと思って、半分まで作ったら、あれ、これちょっと足りなくねってなって、やめて、あのまま残ったみたいな感じなかった。いろんな人にいろんな説を聞きすぎて諦めたんで、それ途中で諦めたんだ。あそこにジェットコースターあったらやばくなかった？やばいし、危ないし、やばいでしょ、普通に。だよね、懐かしい。懐かしいよね、謎の建物。あとなんか謎の建物で言うと、うちの栃木の喜連川にブルーオーシャンみたいな名前の病院が、病院にブルーオーシャン、そこをね、壊そうとするとね、うん、絶対怪我人が出るの。調べて、栃木、病院壊せないみたいな。トラックとか、ユンボとか止まってんのに、うん、壊せないの。ブルースカイ、そう、ブルースカイ、心霊スポットって言ってた。ほら、だっておかしいもん、そこ。壊そうとしても、壊そうとしても壊せないの。だからずっとあれ、病院じゃレストランだ。レストランだ。え、何、ここに行くと、ここに、やだ、やだ。あ、なんか理由が書いてある。なに、もともと女性店員がひどいいじめを受けていって、灯油をかぶって焼身自殺したらしいんですよ、うん、で、その顔の焼けただいた女性の霊が出るとかがあって、解体しようとすると工事関係者が突然死するという噂が。ちょっと今怖い話題になっちゃったんで、これ編集でめちゃくちゃポップな BGM 流したりする。地元の人から聞いてるから、また怪我したらそこみたいな。救急車とか止まってんだから、あの、怪我しちゃって。
怖くない？ハイポップな BGM お願いします。怖いね、ブルースカイ。今のも可愛くしてください。昔キラッキラッみたいな、昔やったよね、うちらで。マリナの怖い話を怖くなく編集するできる。夏といえばもう新スポとかまた言い出すから。やめよう、マリナちゃん行くな。夏とテレビオファー待ってるから。テレビ関係者の皆さんはヘラヘラのチャンネルでは絶対に心霊扱いたくないんですよ、本当に。なんで、でもマリナがどうしても心霊の番組出たいって言ってるので、フジテレビさんですかね、大体心霊の扱うのは。あのアベマでも大丈夫なんで。アベマでも全然。あのぜひ、アベマ関係者、テレビ関係者の皆様、どうかマリナを呪い殺してください。ナムってなって。どういう心境でそのでも話してもらってる。喋りたいの、レイと。じゃあちょ、何がしたいの。会えるかもしれないじゃん。会いたいんだ。ちょっと見たい。あ、会いたい。一人検証とかしたい。できんの。 YouTube とかだったら全然できる。え、すげえ。多分そんなことやりたいっていうタレントさんいないから、もう絶対やった方がいい。プライベートやだよ。カメちゃんと動画に乗って、したらもうこっちはね、もうよくしかないから。じゃあ一回、じゃあ一回、じゃあ一回、じゃあオーディションだと思って。オーディション。じゃあここめっちゃ怖い部屋だとします、めっちゃ。まあ設定は、この部屋で、家族惨殺殺人事件があったんです。そこまで惨殺殺人事件。で、あの足跡とか、あの女性の悲鳴が夜な夜な聞こえてくるっていう。もう怖かった。最初、そういうの言われるよね。説明しないと。じゃあ、違う、じゃあアナウンサーね。はい、では、現場からお伝えいたします。今回、バラバラ殺人事件があったスポットに、潜入していただくのは、現在 YouTube で活躍されているヘラヘラ三重心のマリナさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、心霊が結構、はい、お好きということで。はい、そうです。はい、あの下調べは一応していて。はい、一応下調べの方もいたしましたし、はい、女性の声とかが夜な夜な響くたり、子供の足跡とか、はい、あと、まあ、家族がバラバラにされたということで、はい、で、そう、あの殺害されちゃったんですけど、殺害されちゃったんですけど、旦那さんの方は出張でいなくて、帰った時にバラバラになってて、あ、なるほど。で、結構ショックで、その旦那さんもその場で首吊り自殺しちゃったっていう。後追い的な感じで。100年前の、お話だと思うんですけども、こちらの方の現場、まだちょっと跡形が残ってるということで、早速マリナさんの方に、こちらのカメラの方を持って、はい、一人で入っていただきたいと思うんですけど、何かあったら、ちょっと、必ず連絡してください。はい、一応、番組も、安全の都合上、霊媒師の方に事前に、お払いをしてもらえたということで、今回、霊媒師の方をお呼びしました。お願いします。お願いします。はい、すいません、こちら席に念の方を込めていただけたのと思います。お願いします。テレビの前のお客様、激しい刺激など、心臓の弱い方は、テレビの方から遠ざけるようにお願いいたします。今あなたはもう強力な、なんですか、バリアがついてます。バリアが臭いですよ、ね、大丈夫です。大丈夫です、はいはい、ありがとうございます。義母沙織さんでした。ありがとうございます。普通の霊媒師っていうのはね、スポンとついてくる、あの霊媒師さんは、うん、あ、寒いっつって、あそこに女の人いるねっつって、あ、だから声上入ったら怖い。じゃあ一回この部屋がそうだと思う。行かせない。で、私リポーター、霊媒師やってじゃん。サオリンはもう怖くて怖くてたまらないタレント。じゃあでは早速、よろしくお願いいたします。お願いします。まずはこちらの部屋ですね。こちらの部屋ですけど。怖い。何でいるんですか。この部屋、そうだね、この部屋じゃないね。この部屋は大丈夫だね。私依頼者だ、やっぱりこの家にお化けが出る依頼者。この部屋、先生どこが一番やばいですか、感じます。この部屋はね、大丈夫だね。大丈夫ですか、この部屋。私ちょっといつも夜寝るときにあちらの方から物音がするんですけども。何、あ、危ない。その時ガーン。ほら、見て、これ入れてるでしょ、ここ入れてる。あ、いや、ここ入れてるでしょ、入れてるでしょ。先生、それ触っていいんですか。あ、ここは、今ここに男の子いるよ、ちっちゃい。そしたら男の子いるよ。どれが欲しいの、どれが欲しいのか指さして、誰が欲しかったか、ちょっと揺らしてもらっていいかな。あ、やっぱこれだ。お母さん、ちょっとすみません、ごめんなさい。そうね、肩ちょっと重いです、すみません、肩重いです、肩重いです。何ですか。そうそう、顔色悪いですもん、さっきより。ダメだね、この子、この子じゃいたらダメだね、この子。この子じゃいたら取り憑かれる。リタイア。依頼者だ、依頼者だ。はい、というわけで、やっぱ今来ましたよねって、スタジオ戻るじゃん。
ありがちなやつ、うん、後日確認したところこちらの1枚の写真を、発見いたしましたとか言って、あのその時撮れたそう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 、声でしょ、もう無理やり怖くすんだよね、ちょっと 顔のようななんか影のようなよくわかんない写真を出されて、先生こちらの写真どういうあれなんでしょうか、この周りの縁見てみて、これ赤いでしょ、縁ですか、赤いでしょ、本当だ、これは怨念が強いっていう証拠だから、なるほど、かなり危険なんで、あの神社とかであのしっかり供養していただいて、すぐ捨てた方がいいです、お祓いしてもらった方がいいっていうということで、今回の検証物音がしたということで、物音がしたということで、いやー、僕実やりたいっすね、だからやりたいから一人検証して、向いてるよね、本当に向いてると思う、多分今だってあんな感じで即興でさ先生もできるしさ、うん、見てるだけあるよね、そう寒い、ちょっとの音でもさちょっと反応してあげるでしょ、ずっとさっきから喋り声が聞こえるんですがカメラに入ってますかとか言ってみたりやらせやん、え、うまいじゃん、うまい、でもこれ言ったらオファー来なくなっちゃう、なんかうさんくさいやつがいるみたいな、確かにやらせなし、それはもう今あれだけど本当にお届けしたいでしょ、本当お届けしたい、ほらお届けしたい、リアルな状況、寒いとか特に何も感じなかったら感じないって言っていいし、確かにね、だからぜひちょっとぜひお願いします、マリナちゃんをぜひ心霊関係の仕事にということで、心霊つながりということで今回は心霊案件じゃない、違いますよ、心霊案件じゃなかったんですか、今日は何でしょうか、今日はですね、はい、何ですか、何だと思います、うち心霊しか思いつかないね今のところ、まあまあ今心霊話しかしないもん、違います、しました、一番最初にホットプレートです、はい、ホットプレートの案件って何、いや、ホットプレートじゃないです違う、間違え、入んないって全然ホットプレートの案件じゃないです、何このホットプレートは上新っていう、うん、あのお店で買ったんですけど、うん、電化製品屋さん的な、そうそうそう、うん、で、その支払いの時に楽天ペイを使って今回買わせて、なるほど、楽天ペイが使える店ってことだよね、ってことはそこ、そう、うん、ほうほうほう、なんか普段から楽天うち使うんだけど、うん、よく楽天カードとか、うん、それをアプリで楽天ペイのアプリを使って店でピッて、へえ、でも結構あるもんね、楽天ペイ、うん、使える場所めっちゃあるから、うん、店舗で使えるってことですよね、そう、コードと QR コードあるじゃん、うん、これでこれサオリンのやつ、これうちのやつ、ポイントすごいから使いすぎて、ほんとだ、チョイスなんか買ってよ、いや食べてんだからこのポイントが自分のカードと合併してある、へえ、画期的で、そうで、これをもう全部ピッてやるだけ、やるだけ、ほんとじゃあもともと楽天カード持ってる人は融合させた方がいいじゃん、絶対させた方がいいし、うん、この QR コードとコードで 1.5% 還元、へえ、めっちゃいいやん、今さお財布携帯っていうのもう携帯に全部カードもお金も入って、うん、もうこれさえあれば、うん、外出ても困んないっていう状態なわけじゃん、キャッシュレスよ、そうだよね、え、すごいよね、うん、これいつかさ自分の持ってるさポイントカードとかカードがなくなる時代来るって言われてたじゃん、うん、これでしょ、これだね、どこ行ってもピッピッピッって払うもんね、うん、1個にまとめてもらえるのいいね、ポイントも全部同期してあるから、うん、楽天カード持ってる人は絶対やった方がいい、うん、これさ普通にカード払いとしても使えるんだけど、うんうん、チャージしてここに、うんお金のためって、そうこういうふうに、うん、今1000円チャージしてあるんだけど、うんうん、これチャージをすると還元率も上がるのよ、え、ちょっとチャージした方がよくない、うん、絶対、うん、500万とかでもいいじゃん入ってる自分のお金じゃんね、そうだよじゃあ1万円するわ、わーやっちゃっ、どうせ使うお金だからチャージした方がお得ってことだよね、そうそうそう、還元されるから、まあ、普通にカードとして使いたい人はカードでも使えるし、うん、チャージした方がお得だよっていう、ちゃんとチャージしといた方がいいですよ、俺払うわっつってピーピーピーなっちゃうね、座席に、座席にね、チャージ完了しました、残高が不足ですってなってるでしょカードが使えます、カードが使えます、カードが使えます、一番難しい、無事にチャージできましたね、これで次からまた QR 出してピッてこう、おおいいね、簡単簡単、はい、楽天ペイをダウンロードすると、うん、あの楽天ポイントカードとして使える、あ、じゃあ店とかでポイントカードありますか楽天のっていう時にこれだと、うん、ここのポイントカードってあるね、こうして、うん、これを見せれば、じゃあカード持ち歩かなくていいじゃん、そう、こっちにポイント貯まってくれるからポイントカードとしての役割もしてくれる、あ、じゃあ支払いだけじゃないんだねこれね、そうポイントで貯まるってことはさクレジットカードを持ってない子でもポイントとして持ち歩けるっていうこと、じゃあここにポイント貯まったらそれで買い物ができる、あ、でもそうだと思います、例えば、うち今9781ポイントあるじゃん、うん、で、この9781で会計で、お会計、へえ、めっちゃいいじゃん、総理におごってもらうしかないから、9000円も貯まってんの、まあ確かにね、で1万円貯まったら楽天ペイが使えるところだったらこのポイントでさご飯食べれるってこと、すべてのポイントを使うっていうのもある、うん、じゃあクレカない人でもいけるっていう、だってさそうだよね、楽天で買い物するもんね、めっちゃみんな、めっちゃするよ、めっちゃするよね、めっちゃするし、楽天ペイ
位の使える加盟店結構多いぞ。多いよね。多い多い。うちらの場合はさ、結構こう出演に必要なものとかもあるじゃん、衣装とかも、うん、うちもこれから楽天で買いまくってる。そうだよね、めちゃくちゃポイント貯めて、うん、そのポイントで もう一個なんか電化製品買えたりする可能性もあるしね、うん、楽天キャッシュで友達に送れる受け取れるっていう話なんで、楽天ペイの中にある楽天キャッシュっていうのがあって、それで友達同士で送ったり受け取ったりできる。じゃあ影くん、影くんに1000円あげれるってことこれ。そうです、そうです。そうだ、影くん1000円欲しい。欲しい。欲しいでしょ。これ1000円をちょっと送ってみていい、誰かに。持ってる人同士。に、はい。で、送ったり受け取ったり。じゃあ、チャオリとりあえず影くんに1000円プレゼントします。プレゼントします。誕生日プレゼントね。やった。誕生日一緒もうすぐ。あ、もう、じゃあ1000円で。はい。1000円で。チャージする。誕生日1000円。でもうちマネージャーにさ、この間さ、うん、代わりにタバコみたいなの買ったわけよ。うん、で、その時に現金が今ないから、楽天ペイ持って、マイナ持ってるって言われて、言われた。よくそういうことやるよ、そのなんか。うちも一個やるよ。ある。これからさ、楽天ペイで送るね。え、持ってないんだよね、ちょっと。だから、おじさん送れみたいになっちゃうんじゃない？見えないお金のこうやってやりとりした方が早いもん、うち、うん。現金持ってない人多いもんな。はい、このチャージ送るってところですね。うん、すぐポンと届くんかな。どういうふうに。じゃあ1万円あげるか、ゲイ君に。メッセージ、いつもありがとう。いつもありがとう。1万円あげちゃう。これいくらからあげられるんだ。1000円からです。影くんいつもありがとうだって転送します。はい、影くんいつもありがとう。お来た、来ました。お来た。あ、1000円。あれ1万円じゃない。え1000円だ。1000円来ました。でも1000円でもね、さっき1000円で喜んだのにさ、うん、それってさ、はい、マリナがサホリに返してないお金を、思い出してしまったので、はい、無理やり会員登録させます。無理やりとか言って。楽天カード持ってんだもんね。あった方がいい、うん、楽天カードは持ってる。登録マリナさん今登録中でございます。はい、はい、これカード持ってない人でもできますから、登録は、うん、お、え、後で設定。うん、うん、お、できた。お、早い。テッペイを始める。もうご登録。もう終わり。はい、マリナさん登録完了ということで、はい、2948ポイント。あ、結構あるね。意外と使うもんね、だって。だこれでもうお店で使えると、はい、よかったよ。ポイントカードとしても使えるし。そうだよね、これでじゃあ勝ちです。そうだね、あのね、今、うん、楽天ペイがちょうどキャンペーンやってるのね。おお、楽天ペイをダウンロード、うん、あの概要欄からぜひ、あ、ぜひしてください。してください。絶対したほうがいい。もう春休みシーズンいろんなとこ出かけると思うから、うん、みんな格好つけて楽天ペイ使ってください、うん、チャージはしっかりと。あ、チャージね、できるように。そして皆さん、影くんに1000円送ってあげてください。ありがとうございます。サモリさんもありがとうございます。でもこれ連絡先知らないとできないもんね。そうだね、LINE で、LINE だからね。皆さんぜひ概要欄の方チェックしてみてください。キャンペーン中でございます。はい、充電というかメモリーカードがあと1分。じゃあこの1分切れるまでやろう。みんながもっと続き聞きてって思うような話の盛り上がりのところで切れてしまえば、うん、わおってなるよ。じゃあなんか発表みたいな。発表みたいな。この充電の長さで発表するの。発表みんなが気になるやつだよね。実はちょっと言ってなかったんだけど。やばい、それ気になる。え、これ言ってなかったの。え、かっこガチガチっていうか、一部の人は知ってるかなって感じ。え、だって気になりすぎ。うち知らない。マリナは多分ちょっと聞いたことあるかもしれない。影くん知らないんじゃないかな。え、昔うち、うん、昔話、昔メンバーから青だったんですよね。全然え